超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。業自営出版コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは。自分探しをしているうちに年金をもらうようになってしまったあなたの味方、超ブレイク塾主催の西澤和弘です。さて、私西澤の限られた人脈から激戦しました著者や講師の方に、彼らの持つ知識やノウハウなど人間関係、信頼関係が崩れない程度にまで聞き出しまして、いいとこ取りしてしまうというノウハウコレクター編。今回はですね、久々に強制予習編兼ねましてですね、12月の5日木曜日にご講演いただきます。この方というより、ありがなければこれがなしという理屈でいけば、この方がいらっしゃらなかったら超ブレイク塾は存在しなかったかもしれないというほどに、私並びに超ブレイク塾が多大な影響を受けております、中小零細企業専門のコンサルタント、茅野克美さんをお迎えして、弱者の戦略、弱者のための必勝法について伺ってまいります。まずは茅野克美さんについてですけれどもね、株式会社インタークロス代表取締役というよりもですね、この主催なさっている九州ベンチャー大学の主催ですね。92年から始まってですね、もう20年続いているセミナー交流会でございます。超ブレイク塾のパクリ元でございます。そしてね、著書としましては、小さな会社儲けのルール、逆転バカ社長、弱者の戦略、やずやの秘密、こういったね、本当にもう弱者向けの本たくさんお書きになっております。これ累計18万部。そしてね、最新刊35歳からの一生負けない生き方、この本がまたね、出だし好調でございます。講演活動におかれましては、日本全国とアジアの各国で年間100本以上なさっていると。そんな茅野さんの詳しいご活動や講演スケジュールなどにつきましては、インターネットで九州ベンチャー大学茅野の茅は木偏に100ですね、茅野で検索してみてください。就職転職失敗しただけでもですね、結構人生積んだ感がありますけれどもね、茅野さんの場合は連帯保証で借金1億円かぶったりですね、図婚約破棄、自殺未遂もやらかしましてですね、それでも著者、講演家、コンサルタントとしてダメ人生を逆転させてご活躍しているというね、もう人生を逆転できるというところのね、身をもって証明してくださっている点で、我々のような下流ダメ人間から見て最強のロールモデルの一人であります。ダメ人生を逆転するために必要なものは何か、才能あふれるエリート系の強者に対して、才能なしの凡人弱者がオーバー40から遅咲きの花を咲かせるには何をすればいいのか、それでは地道上げる鉄板の裏道ルートにご案内いたします。逆転のランチェスター人生戦略、12月5日木曜日開催、超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。関西よろしくお願いします。はい、お願いします。いやもうですね、なんていうんですか、今日はね、めちゃくちゃですね、私ですね、妙な緊張の仕方しておりましてですね、いや、茅野さんって、もう何回もね、超ブレイク塾で講演してもらってたりするし、うん、実際も超ブレイク塾自体が、もう茅野さんがなさっている九州ベンチャー大学のパクリから始まってるわけですね。はい、まあ、あれがなければこれがなしの理屈で言えば、うん、もう、海の親みたいなもんですからね。いやいやいや。妙なね、今日はね、自分ちの親父と話すようなね、恥ずかしさがちょうどあるとですね。はい、なんかぎこちないね、親父と飲み行ったみたいなですね、なんか変な会話になりそうですけども、ね、ちょっと頑張っていきたいと思いますけどもね。はい。はい、で、12月ね、来月講演していただくにあたってね、はい、本当もう前半生ダメだった人が、うん、まあ、35ぐらいからちょっと頑張って、人生を逆転する、うん、その方法を話していただくにあたって、はいはい、でも、それを話していただく茅野さんが、うん、まずね、実際、どんくらいダメだったのかというね、はい、ちょっとね、みんなに聞かせていただきたいと思いますね。ああ、そうですね。まあね、よくほら、会社でね、こう、なんかリストラ候補だった僕が今学生時代まではまあまあ良かったんですよ。まあ、あそこはそうなんですよね。もう、いい大学行って。まあ、小、中、高、うん、まあでも、高2の時に親父がまあ死んだんですね。44歳で脳一休で死にました。一応母子家庭だった。母子家庭だったけど、銀行のエリート取締役だったから、うん、まあ今考えたらやっぱ金あったんですね。けどまあ、それなりにやっぱ頑張ろうと思って、やっぱ高いとこ行けないと、大学はと。
だから当時調べたら神奈川大学と立命館大学というのが私立大学で一番授業料が安かったんですよ。ほー、はい、でそしたらまあ、うん、立命に一番下の経営学部で、ね、まあなんとか受かったんですね、うん、で当時は偏差値50ちょっとぐらいだったけども、まあなんだかんだ言ってもカンカン同率だから関西、ね、西日本ではまあ有名と、うん、で九州の田舎から見るともっと有名に見える、うん、あとは有名大企業に入れば人生は成功だと、うん、で受けまくったら後から考えたらねこれ実はバブル採用だったヤマハ発動機にね受かりましてね、うん、でも当時のそのエリートオードコースちゃんと歩いていらっしゃるんですか。今でも多分そうですよ、うん、今でも多分90何パーの学生と親にとってはねやっぱそこそこの有名大学行って大企業に就職するっていうのが多分人生の成功とね多分今でも思ってる。安定大企業が未だに大人気ですけど、でただいきなりねヤマハ発動機メーカーに入ったのにいきなりヤマハ東京販売会社出向を命ずって、なんやこれは。まあしょうがない、一旦では出ようかと。で現場に行ったらまあバイク屋さん周りですわ。で当時はもう中途半端なエリート学歴価値観人間だったんですね、私は ね、 今ね、世の中をそういう価値観で見てましたよ、うん、だから京都で行ったら京都大学の人間がいたら、あどうもこんにちはってねもう最軽で土下座みたいな感じで、でどうした、偏差値で3か5ぐらい負けてましたから、あどうしたさんこんにちはで京都産業大学がいたら、ええ、偏差値でね私の一番下の経営学部でもね2か3ぐらい勝ってましたんでねおどうもみたいなもうね学歴だけでもう人種差別をね完璧にしてましたよね。だからいざ営業で回るとね、うん、バイク屋回るとね、まあね、聞いてる人で申し訳ないけど中卒とかバカ高校とかね、うん、で、はぐれたやつがバイク屋の親父やっとると、まあ、東大出てやんねえんですよね。なんで俺が今の関西のそこそこの有名大学の一部上場大企業人間がなんで中卒のバイク屋の親父にはよろしくお願いしますが、なんで頭下げないかんのかのクソったれかとかね思いながら私は営業活動してたおでかつね、ライバルのホンダ鈴木川崎は、うん、全員高卒なん現場周りは山だけ大卒だった、うん、なんだこれバカだらけやなこの世界やと、うん、ああ楽勝やと、うん、とか出さずによ言わずにね、うん、こうああみたいなやってましたけどね、今考えたらバレてましたよね顔に出る態度に出るそういうのってもう 100% 出ますよね、うん、全然伝わっちゃいますよ ねまだ結局ねソース感を食らいましたよ。全然売れない、私だけ売れないです。あそうなんですか。ああ同僚のやつは売れる、でホンダ、ヤマハ、川崎のやつもちゃんとバイク屋さんに気に入られて売れてる、勝てそうなとこに行ったつもりが全然ダメでしたね、うん、結局お客にもうソース感です切られたほうというのに全く私は気づかなかったんです。でやっぱほら、ね、学校でも勉強でも何でもそうだけどやっぱ勝たないと、うん、仕事の売り上げ上がらないってことはもうダメだ、落第生だ、うん、でね入ってね4月に入って2ヶ月だけ工場研修やって6月からバイク屋前に出た、うん、出たけどももう7月8月ぐらいにはね今でいう鬱にもなってましたね。早いですね。だってもう全然売り上げ上がらないんだから嫌われてんのも分かるしね、うんうんうん、うわーみたいな、社内でも社外でもライバルにもバイク屋にもお客にも嫌われてる、うん、嫌われてるっていうかその嫌われてるっていうことにも気づかなかったですよね、はあうん、もうダメ社員確定ですよ、うん、で、ね、本社から一応新入社員の定期面談があったけどね、うん、その時にダメですって言ってしまったんですよ。言ってしまった、言ってしまったよ。ほらもう弱音吐いた。当時割と NG でしたもんね。そういう今でもそうやないですか自分で言ったからね、あ俺もうダメだなと思ったね、うん、でそれから10月になってなんとね営業所でね無遊病のように辞表を書いて、うん、渡辺所長今でも覚えてますよに辞表を出しましたよ、うん、バカ野郎って言われました、うん、何考えてお前うん、おーみたいな。で一旦止められましたけども、うん、まあ結局はまた12月で2回目は受け取ってもらいましてね、うん、もう入った会社は9ヶ月でもう辞めると。うわーもう高学歴の下の方と一流大企業の経歴が終わってしまった、人生終わったと、うん、24の時にもう思いましたね。うん、超ブレイク塾ポッドキャスト笑うビジネスマン。一社目でいきなりそれまでの価値観ぶっ壊されて、ああもうね、まあ今も多いですけどねそんな連中ね、うん、入った年にもすぐ辞めるとか、うん、七五三って言いますよね、
中卒は3年で7割辞める、高卒は3年で5割辞める、うん、大卒でも3年で3割辞める。多分ね、昔も今も変わってないですね、うん、でね、思ったんですよ、まあ一元失業者ですよ。でふと考えて、あ、俺資本主義社会ダメなんだと、うん、じゃあなんだそれ以外って何だろうと思ったら、あ、うん、公務員だと思ったんです。利益を追求しない公務員だ、公務員に中途採用だ、うん、で今からはもうねエリートじゃない、でいろいろ考えたら、あ、警察官だと思ったんです。少年事件法で私ね、あのブルース・リーのまねで初段2段まで取ってたから、うん、警察官だ、うん、あれだ。で警察官の参考書を買ってきて勉強し始めました、うん、だけどバイトしないといけない、うん、東京でアパートにいたから、うん、で当時の週刊就職情報でバラバラ見てたらね、日本リクルートセンターっていうのがあってね、そのなんか原稿企画、うん、取材とか書いてたから、うん、っていうことはこれ営業じゃないなと、うん、でバイトだしじゃあ行ってみようかって、うん、で行ったらね受かりました。で出社しました、うん、ただいきなり名刺がもう用意されてて、お、うん、これ何ですか、うん、いや君営業だから今日からこれ持って飛び込み営業してこい聞いてないよそんなのってね、うん、そしたら当時は営業企画っていう名前であのごまかして実は営業の募集をやってたっていうね、うん、まあ今もねよくあるパターンですけど、うん、これがね私にとって実際良かったんですね。あ、ハマりました今度。だって俺ルートセールス決まったところにバイク屋に行くだけの頭下げるだけの営業もできなかった人間が、うん、新規開拓特務営業できるはずがないと、うん、私すごいとこ来ちゃったなと、だけど、うん、だけどまあ、うん、まあ一括バイト出した、うん、まあちょっとやって嫌なら辞めれば一体バイトやからとで、ガンガン飛び込み営業行って、ああ、どうですか、うん、読売新聞、朝日新聞よりも今、こういったね、ビーイング、求人専門誌のが若い奴らに見るんですよ。どうですか、どうですかってね、うん。単純に名刺とパンフレット持って、バーンって受付行って、社長お願いします。人事部長お願いします。もうそう。まあ、100件行ったら99件。いらん、いらん、いらんって言われて、帰れ。ああ、もういい。うちはデューダーをやってるとかね。ところがまあ、数じゃ当たるでね。うん、お、ちょうどよかった。朝日新聞出したけどダメだったから、出してみようかなというのがね、うん、まあ、ポンって出たりして。うん、でだんだんやっていくうちにね、あ、この飛び込み営業っていいなと思ったんですよ。同じ営業でもじゃあ、うん、ヤマハの時と全然違う。違うってことに気づいた、うん、これが人生でねものすごい良かったですね。ね、皆さん聞いてる人もねこれよう聞いててください、うん、同じ営業でもね全然違うんです、うん、あ、ヤマハの時は決められたバイク屋さん、嫌いな親父でもなんで、ね、嫌なやつでも頭下げないといけない、うんうん、この野郎がってね。ところが新規開拓の場合は行ってなんか嫌なやつがいたなって言ったらね、うん、もう二度と行かなくて。あ、そこ行かない。もう頭来たら下のポストをね、回し蹴りすればいいんですよ。うん、俺3回ぐらいね、嫌な対応、飛び込み以外で、そのバカにしたね、うん、社長のところにね、一、うん、回降りてね、うん、へこましましたよ。後ろ回しでね。そう、二度と行かなきゃいいんだと、うん、新規開拓がと、うん。うん。お互いがウィンウィンの関係になるようなところを探せばいいんだと。うん、これ非常にはっきりしてるんだと、実はね。はあ、そこ結構衝撃的だったんですね。いや、私にとっては衝撃的でした、うん、多分学生さんとかね、うん、若い人一社二社とか一つの職種とか経験ない人は多分それ知らないはずですよ、うんうん、だから最初の仕事で人生はね決まらないっていうことですよ。まあ世の中大半が、うん、多分もう7割8割は結果としては転職、うんうん、最初の就職先に新卒で決まる人もいれば2社目でいい仕事が自分にあるのが見つかったとかね、うん、3社4社、私の場合は8社目でしたけどね。あの八津屋の創業者なんかもあの15回目ぐらいの転職とかでやっと見つかった、うん、はいはいはい、私の師匠のランチェスター武田雄一だって東京商工リサーチでやっとサラリーマンで4社目成功して、で5社目の脱サラもまあ大成功と、うん、まあ5社目です、うん、ドラッカーだってあれ5社目ですよ。ドラッカーさんもそんなに、デールカーネギー人を動かすあの人だって最初はあれはね通信教材の訪問販売、うん、なぜか通信教材の訪問販売それから肉屋の営業クッキーの営業俳優の下っ端やって失敗、うん、その後中古トラックの営業、うん、だから7つ目ぐらいで、うん、話し方教室の講師をやって、うん、その講師でうまくいって20年間話し方教室の運営をやってる時のテキストを本にしたのが人を動かすなんですよ。もう超ロングセラーな、うん、50歳前に出した本が、うん、まさかの全世界で5000万部ぐらいですよね、はあ、ああでその教室をやってる時に話し方以外になんか人はいろいろ悩んでるんだな、うん、悩みを解決方法の本はないかと図書館に行ったらないんで、じゃあ自分たちで作ろうと、うん、出したのが道は開ける、うん、とかね、一部の人を除いてね、最初からね、2、3回ぐらいでね、これは俺の仕事だっていうのはね、見つからないですから。じゃあ見つかってなくても、じゃあとりあえず大丈夫ですか？全く大丈夫ですね。
でもちろんその、うん、いや一年目にも3年っていうのもあるし、うん、3年も時間の無駄ということもあるし、それは分かんないですよ。分かんないですね。分からないですけどね。ある程度やってダメだったら、だから転職転業はもう大いに歓迎っていうか、やるべきだと思いますね。うん、思います。ですから極端に言うとね、人も10人問いるじゃないですか。うん、で職業も10人問いるなんですよね。うん、あのね諦めなければね、必ずあなたにやったね仕事はね絶対あるんです。絶対ある。うん。うん、だけどずーっとそれやってると青い鳥を探し求めていってね一生自分探しで終わってしまうっていう、うん、まあ実は今そんな人がもうたくさん出てますよね。自分探しだけやってね、自分探しで迷ってる人間を今もう食いまくってる悪徳業者もやぼうというたくさんね迷ってる人がまあカモだったりする、うん、あの業者本まあ役立たない本をたくさん売ったり変動で舞い上がるようだ、うん、行くぞ、はあ、いいやれる、いけ、ああ幸せ、ウキウキだけで満足して一生自分探しをやってるような人たち向けの本も講師もセミナーも勉強会もたくさんありますけど、うん、それはそれでいいですよ。で死ぬまで夢を見て死ぬまで自分探しをやる、これはこれで幸せか、ね、幸せかもしれない、まあ、幸せのうち死にますからねそれはそれでいいかもしれない、うん、実は昨日もたくさんいました、そんな人がおいい加減卒業しろと自己啓発だと、うんうん、ちゃんと仕事せいと言いたい人が3分の1でしたね自己啓発系なんか、でもまあそれぐらいでいいと思うんですよ、うん、でまあでもねリクルートも結局はね私ね、うん、クビになるんですわ、バイトで入ってなんと頑張って、うん、これは転職を巡り合ったサラリーマンの仕事として、うん、だけど3年目に正社員昇格試験受けた時に、うん、不合格とギリギリラインだったけどやっぱダメでしたね、ダメでした。でまた3年弱2年10ヶ月で辞めることになりまして、もう私ね実はね泣きましたよ、うん、聞いた瞬間ねもう何十人かいる目の前でね、うん、もう涙止まらないぐらいね、泣きますよね、まあねそれぐらい私ね、うん、リクルートが好きになってた、うんうん、まあ、なかなかそこまでの会社ね7社経験したりってなかったですけどね。逆転のランチェスター人生戦略、武田陽一、茅野克己、ランチェスター指定コンビ待望のダブル公演が決定。12月5日木曜日開催。詳しくは超ブレイク塾のホームページまで。さて今回も内容盛りだくさんでカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。